ースター AlbirexRT シャープこんばんは。自動車レースのアルビレックスレーシングチームが全日本 F3 選手権チャンピオンクラスへの初参戦を発表しました。アルビレックスレーシングチームは今日記者会見を開き、全日本 F3 選手権チャンピオンクラスへの参戦を発表しました。これまでに参戦した中で最も上のカテゴリーです。 F3 選手権には去年も性能が劣るナショナルクラスの車両で参戦していましたが、チャンピオンクラスに参戦するのは初めてになります。ドライバーはアメリカ人のブルーノ・カルネイロ選手で、ナショナルクラスにも長谷川亮也選手が参戦します。第1戦は今月31日岡山県で開かれます。登竜門といわれる F3 に参戦しているアルビレックスレーシングチームが開幕を前に今シーズンの活躍を誓いました。こちらのガレージではアルビレーシングチームの車両が公開されています。特徴のあるオレンジのフォルムと、そしてこちらにヨーロッパの強力なエンジンを積んで F3 チャンピオンを目指します。2010年に発足したアルビレックスレーシングチームは去年から全日本 F3 選手権に参戦。今年はドライバーには開志学園高校出身の長谷川亮也選手と17歳のアメリカ人ブルーノ・カルネイロ選手を起用。 F3 の中でもクラスを一つ上げ新しい舞台で戦います。エンジンも新しくし、年末にマカオで開かれる F3 世界一決定戦への出場が目標です。外国メーカーのエンジンを使うというのは非常にやっぱりプレッシャーが強いんですけども、ある意味、負けられないというところも非常にあるので、今年度はもういざものですけども、チャンピオンを取りに行きたいと思います。全日本 F3 選手権は今月31日に岡山県で開幕します。